はい、こんにちは、トールです。雲ですが何かの23話を見ましたので、その感想を共有していきたいというふうに思います。一応アニメのみの視点でね、勝手に話をしていますので、ネタバレなどはご遠慮いただければと思います。あと、まあ今回のみはですね、エンディングクレジットに関しても触れないでおこうかなと思ってはいますね。若干ここを掘らない方がまあ自由に話ができるのかなと思ったりはします。はい、まあまあそんな感じでやっていこうと思いますが、まあ今回ね、まあこの戦い戦争が何で起きてるのかって、どういう意図があるのかっていうところがはっきりとね、今回しましたから、この辺は結構すっきりした部分だと思いました。魔王の目的が判明、期待をポッティってね、言ってましたからね、魔王がね。そんな言い方はしてなかったと思うんですけど、それからまあなんといっても、まあシュンたちにおける最終バトルが今回、繰り広げられたということでいいんじゃないかなというふうには、思っています。結構ね、ユーゴーとの戦いに加えてソフィアとの戦いがあって、でそれぞれの戦いが結構ちゃんとした意味を持っている、そういうふうに仕上がってたんじゃないかなというふうには思っています。はい、次回ね、15年後のクモコがどういう状況になっているのかっていうのが、多分説明されるんじゃないかなというふうに思っています。ではね、まずは全体的なね、感想からやっていこうと思います。まあ、今回、まあ、特に注目するべきところっていうよりはですね、まあ、全体的な話としてね、やっていく予定になってますが、まずですね、魔王の目的が、はっきりするっていうところ、冒頭に、まあおそらく京也との話でがついてたってことですね。まあ、京也が、まあ、魔王軍になってるわけですから、ただ、まあ、魔王軍の、中にいたのにあの時席を外されたっていうことはどういうことなんだろうって考えると、別の事情もありそうな感じが、しますよね。はい。何話だったかちょっと忘れたんですけど、魔王軍で会議をした後にですね、黒と白だけ残してですね、まあ昔話をしている描写の時に、今日やば席を外していたわけですよ、ね。だから別の事情で話していた可能性は、ありそうですね。まあもしくは京也がいたらさすがにユリウスを殺す流れは止めるやろうっていうね、そういうところから席を外されたのかもしれませんね。はい、まあそんな感じのことは置いといて、魔王はですね、ポティマスを倒しに来たっていうところです。で、シュンたちはユーゴーとの決着を、シュンとユーゴーは決着をつけて、その後シュンたちのパーティーとソフィアの戦いに、なってきます。この辺もね、結構迫力はあったと思いましたね。なんていうか、スキルと魔法を使って人型同士、結構レベルの高い、知能の高い人間同士が戦うってなると、こういう感じになるんやっていうのが結構面白かったですね。なんか他にもまだ見たかったなと、そんな感じのことを思ったりはしています。まあユーゴと赤ちゃんの時にね、結構見れたんですけど、今回はね、連携も見ることができたんで、よかったですね。そして、エルフの援軍がやってくるってね、いやエルフやべえこと考えてるぞってね、そういう話だったと思います。はい、まあまあじゃあね、言っていこうと思うんですけど、まあなんといってもソフィア戦が一番花があったというか、良かったなと思いましたね。まあソフィアが強いんですよ。すごく強いね。まあ多分腕っぷしで献血のね、コラボのですね、その座をですね、奪ったぐらいの強さやったなというふうにね、思うんですけど、まあある意味今の旬たちのレベルでは太刀打ちできない相手という、そういうところがはっきり分かってよかったと思いますね。間違いなく強かったです。そしてまあ戦ってて明らかに格が違うわけですよ。旬たちも結構工夫していろいろやるんですけどね、しっかりといなされて、まあどう考えても勝てない相手になってくるわけですね。旬にアドバイスとかもくれてますからね。技が綺麗すぎるみたいなね、師匠っぽいことを言ってくれてるんですよ。で、ちなみにこれ言ってくれてる時に足をブラブラさせてるソフィアさんは可愛かったですね。はい。なんというか、ソフィアとかって結構丁寧に作られていますよね。動きとか映像とかもね、含めて。この辺はいいなと思いました。で、特にそのソフィアがじゃあ血も涙もない絶対的な強さでね、どうしようもない存在なんかっていうと、まあ、そんなことはなくて、まず結構アップが多かったり斜め顔が多かったりするところからですね、なんとなくこの作品におけるハイリンスさんのポジションっぽかったですね、今回はね。はい、これは主観でしょうか。はい、主観ですね。ちゃんとしたいいところとしてはメラゾフィスとの関係はすごく良かったと思います。メラゾフィスってちゃんとお嬢様って呼んでるんですよ。
魔王軍の幹部ともあろうものが、多分幹部じゃない、ね、ソフィアに対してちゃんとお嬢様って呼んで敬意を払ってる部分もすごく良かったですね。主従関係がしっかりあるんだというところがよく分かりました。で、ソフィアもずっとメラゾフィスが守ってくれていたことを知ってるんですよね。赤ん坊の時から記憶があるから、盗賊から守ってくれていたこともよくわかるんですよね。で、だからこの二人の間はすごいね、強い絆でね、結ばれてるところがすごく、わかってですね。まあ、後半を見ると、後半っていうか戦ってた時の描写を見ると、あ、そういうことかってわからなくはないんですけど、この二人のやりとりは、すごく良かったと思います。まあ、どういうことかっていうと、まあ、アサカたちとの戦いになってですね、負けてしまったメラゾフィスなんですけど、言葉をしっかりと、ソフィアかけてるわけですよ。もうユーゴーさんとね、あのユーゴーさんとえらい違いなんですけどね。はい。アサカたちもまあ関係ないんですけど、強かったですね、すごく。まあ、国彦がどこまでこうね、やってるのかわかんないんですけど、アサカのスキルっぽいものとか魔法っぽいものは何回か見られてですね、物草っていうのがね、どういうのかわからないんですけど、結構戦える子やったみたいですね。なんか、普通に援護するみたいな、そういう能力なんかなと思ってたんですけど、物草だったんでね。いや、ガンガン攻めていってましたね。相当強かったと思いますね。それから、メラゾフィスがなんか影みたいになって消えたり出たりしていたところって、なんかまあ、冒頭にポッティが同じようなことをしてるんで分かりにくいんですけど、ポッティ本当になんかいろんなもののね、いい感じにノイズになってて素敵なんですけど、まあ、これってなんとなく吸血鬼っぽいですよね。なんか影となって消えて出てくるみたいな、そういう感じね。だから自分的にはメラゾフィスはソフィアの眷属っていうんでしょうか、この世界に眷属あるのかわからないですけど、そういう立場になったのかなっていうふうに思うと、なんかこの二人の関係結構いいじゃないとね、そんな感じのことを思いました。で、何が良かったかっていうと、この僕の中でユーゴーとシュンの戦いでシュンがつけなきゃいけなかった決着的なところはほぼついてるんじゃないかなと思うんですよね。で、それはまあちょっと後で話すとして、めちゃくちゃいい連携を取ってるわけですよ。ソフィアって圧倒的にこう格上の相手にはあるんですけど、小回りの利く剣でね、たくさん手数を増やして翻弄するんだみたいな感じでね、ハイリンさんもね見てくださってるし、後ろからバックアップしてる、ね、矢を放ってバックアップしてる岡ちゃんとの連携も良かったし、何よりも一番良かったのはカナダとの連携なんですよね。まあ、3話のチリと戦っていた時とかよりもね、はるかに連携が取れていて、あうんの呼吸で動けているっていうところですね。そして、どちらかというと、ここもいいのが、今までって、カティア側が旬の動きを把握しながら合わせて動いていたんですけど、カティアがやろうとしていることに対して、シュンが見たときにですね、目と目だけでね、通じ合ってですね、シュンが時間稼ぎモードに入ることができるわけですよ。で、ここの稼ぎ方もすごいシュン良かったですよね。魔王軍について追求する形、で聞くってね、実際これって嘘はないんですよ。シロはユリウスをね殺した相手だから兄のね、仇だっていうことで、この怒り自体も本物だからこそですね、ソフィアに対して有効に働くね、そしてそれをですね後ろからバックアップするね、カティアを隠してくれるね、ハイリンスさんですよ。いや盾ってめちゃくちゃ便利なんですね。はい。なんか他のねアニメでもね、シールドって大事だよってね、そういう話が最近あったような気がするんですけど、ともあれこの盾でねカティアを隠すっていうね、ちょっと盾使いとしてなんかいい仕事しすぎじゃないですか。なんか全ての動きがめっちゃ噛み合ってて、個人的に面白かったですね。まあハイリンスさんじゃなかったら笑わずにね、おーすごいと思ったかもしれないですけどね、僕はおーかっこいいかっこ笑いっていう、そういう感じでね、見ていました。かっこ笑いではないんですけどね、なんていうか面白くて笑ってしまう部分とかっこよくて笑ってしまう部分って近いと思うんですけど、どうでしょうか皆さん。で、実際にその魔法は無効にするというかね、耐性があるんだけど、魔法で動かしたものに対しては、耐性がないっていうね、そういう弱点をねうまく利用してですね隙をつきます。この突破口もその珍しくはないとは思うんですけど、なんか王道かつ気持ちよくやってくれた感じですよね。はい。うまくカティアを隠して、成功させたっていうところが、上手だったと思います。
まあ魔法で生み出した、魔法のね炎の矢みたいなのは効かないけど、魔法で実際にある矢を飛ばしたなら、その矢は有効みたいな、そういう部分じゃないでしょうかね。はい、いやこれはうまいというかね、良かったと思います。実際、カティアもですね、あのカティアの魔法によってソフィアの、姿勢が崩れてですね、ハイリンスさんがね盾を投げてくれたこともあってですね、いや本当に盾は万能ですね。盾にできないことってなんかあんのかな、サーフボードにもできそうな感じねしてますしね。まあ実際に一矢報いることができるかもしれないところまでは行ったわけですよね。はい、この辺の連携がね本当にすごく良かったなと、個人的には思っています。でもっと言うんやったら、ここに国彦たちが入ってなかったのも良かったと思うんですよ。まあこれでとどめがさせなくてですね、ダメだってなってしまったわけなんですけど、ここに対してこうフェイがここからサポートというかフォローに入るというかね、入ってくるところで、あの旬の未熟さみたいなところが明るみになってくるんですけど、それと同時に仲間が守ってくれていたっていうところも、まあ、後半パートでね明らかになってくるわけなんですよ。でそこ含めて国彦たちがいなかったっていうのは、その今までの冒険を一緒にしてきた仲間とは違う枠組みで戦ってくれていたのが、なんか構成としてはすごい良かったなというふうには思いました。まあとはいえですね、若干こう俊君に対する苦言みたいなものがですね僕の口から出てきてしまうところであるので、一旦ちょっと同級生たちの話にね、こう見ていきたいと思うんですけど、ソフィアさんが、まあ、魔族側についたっていうのはもう完全に納得がいく部分でありますよね。エルフに対する恨みで意気投合できたっていう部分だと思いますし、おそらくはご主人様はクモコ、クモコは魔王と関係してるっていうところではあると思います。このメガネのローブの人とかはね、何か意味があるんでしょうか。もしかしたらもっと先々にね、出てくるキャラクターなのかもしれませんよね。はい、これに関しては2話ぐらい前にもですね、京也とは違う緑の髪のね男の人がですね別の色のフードをね、被っていたところからもあると思いますが、まあユーリさんはですね、退場させられてしまうっていうね、あのユーゴとユーリかわいそうやなと思って、本当にかわいそうな、立場ではありましたよね。ユーリさんだってこの戦場において何をしたエルフを殺せって言ってただけですよ。いや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 、それはないでしょうっていうね、そういう感じなんですけど、まあまあ置いておいて、まあユーゴがねかわいそうっていうことは触れとかなきゃいけないとは思うんですよね。はい、まあなるべくしてなったっていうことなんで、彼自身同情ねの余地があるかっていうと同情できない人もね多いとは思うんですけど、とはいえね、なんかこう描かれ方が本当にかわいそうに描かれてるんですよね。はい、まあスキルを得てですねドヤってなってたんやけど、まあ旬のみのね、力に圧倒されて負けてしまう、これは旬が目指していた勇者に向けての努力がですね、ユーゴを上回っていたっていうところ、役者が違うとカティアが言っていたのもそれはそのまんまその通りだと思うんでね、よかったと思うんですけどね、その後にねこれね構成的に必要やったんかもしれないんですけどね、言ってるんですよね、呪音魔法を使うわけですよ。まあユーゴがね無駄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 って言いながら呪音魔法を使うんやけど、カティアがそれを見てる状態でね、いやその魔法無駄やでってねそういう構造ですよね。いやかわいそすぎるってね、これもちろん魔法耐性の話がソフィアに繋がってくるんで、意味のある描写やとは思うんですけどね、あまりにもユーゴさんがかわいそうというね、そういうところにはなってきます。彼はどうなったんでしょうね。そして、まあ京也がね出てきたところもですね、結局結果的にやはり京也が魔族側についてしまってるっていう ねそういう構造になってるんだと思います。だから草間もそういうことなのかなっていうふうに思うと、まあ何があったのかちょっとわからないですし、個人的にはせっかくあんだけ京也どうなってるんだろうって旬がね何回も何回も思ってたんやから、もうちょっとこの血のたぎれというか肉のあるというか身のあるやり取りをして欲しかった感じはあったんですけどね、まあそこはねなかったのはちょっと残念だったんですけど、逆にその岡ちゃんは完全に騙されてるっていう見立てを京也が言っていた。で京也は、ご主人様でしたっけ言っていたのは、まあだからおそらくご主人様は京也のご主人様ちょっとよくわからないんですけど、まあソフィアのご主人様がクモコやとすると、まあ、同じご主人についている存在なのか、それとも京也は魔王軍だから、別に、ご主人魔王のことをご主人と思ってるのか分かんないんですけど、
まあ、お母ちゃんは完全に騙されてるって言い方をしてるってことは、まあ、転生者の発言だと思うんですね。で、残ってる転生者で考えると、かなり少ない、数にはなってくるんですが、お母ちゃんは完全に騙されてるんだからっていう見立てってすごくしっくりきて、半分はほんまに騙されてるんやと思うんですよね。なんていうか、エルフ側の、要するにポティマスの言われてること、言ってることを信じるしかない部分。で、実際ポティマスに世話になって頼ってる部分が、あるので、ね、これ半分は本当に騙されてる部分があると思うんですけど、騙されてるから、しょうがないというか、見切りをつけられてる感じがあったんですけど、これは多分、お母ちゃんが、その D から与えられてしまったスキル、正当名簿でしたっけのせいだとは思うんですよね。これがあるからこそ、お母ちゃんも今のポジションから全然違うところにポジションを移すことができないっていうね、部分があると、お母ちゃんは本当に針のむしろだよっていうね、ところなんですよね。だから、多分、転生者サイドから見ると、お母ちゃんはバカだから騙されてるんだ、エルフにっていう、そういう見立てにされてるんだけど、でも実はお母ちゃん的には、生徒名簿っていう事情があるっていうところがあるので、なんかすごくかわいそうなんだけど、ここに若干救いもあって、つまり生徒名簿に記されてる記述が、現状で言ったら、例えばユーゴはスキルを奪われて死ぬってなってるんですけど、こういうのが変わったら、お母ちゃん的にはポジションを変えることができる、かもしれないわけですよ。可能性として。だから、自分的にはちょっとこのあたりのやり取りは希望だったなと思いました。ね、個人的にはね、シュンともうちょっと身のあるやり取りしてほしかったんだけど、この部分の見立てがね、入ったのは、個人的に良かったなというふうに思いましたね。はい。そしてですね、まあ、シュンの指針に関してはですね、これは前半はすごい良かったと思います。基本的にユーゴとの戦いは決着をつける。つまり、帝国のしたことをですね、まあ、妹のこととか、父親のこととか、謀反のこととかを含めてですね、決着をつけなきゃいけないっていうところで、1対1で決着をはっきりとつけました。で、命は奪わなかったっていうのは、旬のね、自分の中のこう、けじめというか、自分のできるところのね、はここまでだろうというふうに思った部分ですね。もちろん、なんというか、前世の価値観を引きずっているようにも見えるんだけど、前世の価値観を完全に捨てることってそうそうできないとはね、思いますので、なんか今まで書かれてきた旬像としてはね、良い決着のつけ方だったなというふうには思いましたね。はい。で、ただですね、やっぱり、その後半の部分で、旬の未熟さのところが、まあ、出てきて終わってしまうわけですね。おそらく、雲ですが何かの一気における旬の、その成長限界というか、その、つけられたけじめの限界は、融合との話をつける、融合との決着をつけるっていうところまでだったのかなとは思いますね。はい。構造的にはですね、旬だけを見るとですね、やっぱりそこには、自分で言ってましたよね、自分のエゴで仲間を危険にさらして、情けないって言ってましたよね。はい。で、俺はバカだって言ったんだけど、それでも諦めきれないってね、言ってもう一回ソフィアに挑みかかろうとしていたわけですよ。で、ここはやはり愚かな行為に見えてしまうなという部分ではありますよね。はい。ダメだからって言ってここで降参やって言って様子を見ていて何も手を出してくれなかったフェイっていうのは、まあ、国彦たちが、もしかしたら朝香たちがね、このままだと死んでいた可能性はあるので、ベストじゃないにしろ、結構15年前、転生前の価値観を背負っていたシュンとかフェイとかって、すごい、転生前感のある会話をしてるんですよね、今回もね。で、そこ含めて、なんていうか、すごくフェイらしい距離の取り方と、で、シュンに任せる部分っていうところで、フェイはフェイなりに、この世界の価値観にまだ適応できてないんやけど、シュンのことはしっかり、汲み取って見ようとしてくれていたっていうところが分かって、よかったなというふうに思います。で、その上で俺はバカだって情けないって言った後でも諦めきれないって言ってもう一回ね、立ち向かおうとしてくれるね、シュンですよ。ハイリンさんが言ってくれたことを何も受け止めていないわけですね。優先順位の話とかね。そういったところをですね、まだ受け止めきることができていないところなんですよ。だって、シロがユリウスの仇っていうのはまだわかるんですけど、目の前にいるソフィアは別に仇でも何でもないわけですよ。まあ、
魔王軍というか魔族側っていうことは分かってるんですけどね。はい。遊具を利用していたことは分かるんですけど、でも、だったら自分も利用されてるかもしれないっていうことをですね、まあこの後の描写で、まあ京也に言われるんだけど、そのことを含めてですね、ここでやっぱり諦めきれないね、俺が越えなければいけない壁なんだって言えるだけのものが、そのソフィアさんの事情にはないんですよ。ソフィアさんの強さにはあるのかもしれない、ね、強さを求めてるんやったらソフィアを倒さなきゃいけないっていうね、クモコやったらそう言ったかもしれないんですけど、シュンはそうではないですからね。はい、そんなわけでですね、シュンはやはりまあ結構いろんなシュンの内心書かれたんだけど、できたのはユーゴとの決着であって、人間的に使命だとかですね、この世界の価値観だとか真実だとかにね、迎えるだけのところまではですね、まだいけなかった部分、なんじゃないかなと思います。で、じゃあダメなのかっていうと、僕は、真っ当だなと思って、変にここでシュンが、かっこよかった、強かった、良かったってね、みんなに認められて、君こそ勇者だってなるよりは全然良かったなと思って、ナロー系アニメとかだとたまにあるんですよね。何がどうとかは言わないんですけどね。なんか明らかにおかしいことをしとったり、いや、この行動に対しては誰かが、その、非のある部分を指摘してあげないと、世界のこのバランス崩れるよね、みたいなことが、結構起こりがちなんですけど、それはならなかったのは自分の中では納得いきましたね。個人的には、なんかもっと京也とのやりとりとかね、どういうふうに意識が変わったかっていうのが、わかるような言葉 を発するかもしくは振る舞いでね、理解できるように作ってくれてたら嬉しかったですけど、でもね、良かったのは何かっていうと、他の、まあ、5人がちゃんと寄り添ってくれていたことなんですよね。旬の未熟さを分かった上で寄り添ってくれてるんですよ。旬のことを別によくできた人間と誰一人思ってないわけですよ。まあ、カティアさんはね、若干旬のことにね、なると、旬びいきがね、激しい時はね、あるんですけどね。はい。まあ、それは置いといてですね。ちゃんと旬のことを見て寄り添ってくれている。で、価値観だけ、フェイだけやっぱり、その転生前だからこそポジション違ったのかっていうのも、その辺も結構リアリティがあって、で、何より良かったのが、国彦と朝香はこのままパーティーにいないんですよ。この連携取ってるパーティーにいなかったのもすっごい良かったなと思いましたね。やっぱりその1話からずっと王子たちの人間パートっていうのがずっと書かれてきて、でも王子はなんか王子っていうかシュンですね、シュンはなんとなくこう煮え切らない感じになってるし、どの価値観なのかも分かんないしっていうね、そういう部分ではあったんだけど、ただ周りのみんなはすごくよくシュンのことを見てくれてるし、でカティアとかハイリンスに関してはものすごくこの世界のこともシュンのことも理解した上で寄り添ってくれているんですよね。だから、すごく良い連携の取れた戦いをソフィアに対して見せることができたと。で、だから国彦とか朝香っていうのはまた別のね、立場でミラゾフィスと戦っていたんですけど、そういう形でなんかこのメンバーでのソフィアとの戦いを見れただけでもなかなかこう書いてきたものとしては厚みがある表現だったんじゃないかなと、そんな感じのことを思いました。はい。まあ本当やったら旬にもっと共感できるようにね、なれたらよかったのかなと僕は思うんですけど、その辺はまあ、人それぞれの感じ方、ね、あると思いますので、はい。まあな、皆さんのですね、印象とかも教えていただければというふうに思いました。はい。ではでは、その他ですけど、まあまあ、エルフの企みですよね。これは悪いことしとんぞとね、そんな感じにはなってきました。この、京也が出てきて、旬に問いただしたりする場面においてですね、乱入が入ってくるところはね、なんか水が刺されたみたいな感じがね、しなくはないんですけど、旬がそれでも諦めないっていうね、そういう姿勢を見せてしまって、みんながしょうがないから、じゃあ付き合おうってね、思ったところを見せたまでで、あの辺りのパーティーのドラマっていうのは終わってるので、ちょうどいい感じで乱入が入ったように僕は感じました。はい。どうなんでしょうね。まあそんな感じになっていますが、これがまあエルフの企みの一つなんでしょう。見た感じですね、おかちゃんも多分分かってなかったような気がするので、まあポティマスが選んだね、その幹部的な人たちにのみ科学技術的なところをね、発展させているんでしょう。まあ管理者 D の、まあ、情報から、その科学技術的なものを持ってきたのか、それともシステムっていうものが存在している、世界なんだと
すると、まあ、その元になった科学技術があったのかもしれませんし、他にもですね、転生者たちの情報、記憶とか心を読むようなね、そういう能力を使って転生者たちの、ね、情報から、この科学技術っぽいものを再現したのか、どれかはわからないんですけど、ともあれですね、魔法とは違う概念としてですね、発展、したようなね、そういうね、ちょっとこの悪の組織の研究室じゃないんですけどね、こういう感じのね、ところが出てきましたね。これがまあエルフの隠していた部分なんでしょうね。はい。そしてまあロボットたちをね、指揮する、人たち、エルフたちもいたので、ロボットのことを知ってるようなね、エルフ部隊もいるみたいですね。こいつらはね、空を飛ぶことが、できていますので、相当優秀な、そういう兵隊たちなんだなと思いますし、このロボット一体一体も多分結構強いんじゃないかと。ソフィアのスキルが効かなかったので、まあ効かなかったけど撃ったって言葉。ソフィア的にはうまくこいつのことを鑑定できなかったのかなというふうに思ったりはしました。まあソフィアは鑑定を妨害することができていたから自分的にはソフィアも鑑定を持ってるんちゃうかと思ってるんですけど、このロボットはうまく鑑定できなかったのかもしれないと思うと、何らかの魔法対策がされてそうな感じはすごくありますよね。はい。ああ個人的に言うとね、いやロボが強いのはわかるんですけど、ソフィアさんにメカなんかに負けてほしくはないですよね、個人的にね。どうなんでしょうか、皆さんも教えていただければというふうに思います。はい。で、シュンたちを迎えに来たって言ってたんですけど、これがどこまで規定事項なのかはわかんないですよね。シュンたちがこの魔王に対抗する勇者としては、確かに大事な駒ではあるんだけど、思ったように動いてくれるかもわかんないし、そもそもエルフの森にシュンたちが来たのって、たまたま、ポッティマス視点だとたまたまだったんじゃないかなと、思いますので、はい。おそらくはですね、結構エルフ側にとっても、まあ、イレギュラーなことが起きてるんじゃないかなというふうには思っていますね。はい。そしてまあようやく今回魔王のね、企みというか、まあ目的がようやく分かって僕はかなりスッキリしましたね。なるほどという、そういうことですね。まあ魔王視点世界を救おうとしてるんだけど、エルフたちの行いっていうのが明らかに、感化できない、ね、そういう部分なのかな。もしくは何らかの因縁があるのかもしれないんですけど、15年前になんか因縁が作できたのかもしれないんですけど、それを超えたものとして信念を持って動いてる魔王さんをね感じますから、はい。言ってましたね。はい。ポティマス、首を取りに来たよってね、言っていましたから、完全にポティマスを阻止して、エルフたちの行動を止めるっていう流れみたいです。まあ多分ネタ的に言うんやとするとですね、まあ首の1個や2個ぐらいやったらポティマス言ったらくれそうな、感じはするんですけど、まあそういうね、意味ではないんですよね。はい。これは14話の映像であるんですけどね。はい。おそらく、世界を救うために、ポティマスを倒すことが必要と、まあ、魔王が判断した。魔王か、まあ、クモコか、わからないんですけど、判断した。そして、ユリはそこにタッチできないってね、そういう位置関係みたいですね。はい。だんだん駒がね、詰まってきた感じに、なっていますね。はい。あとですね、そうですね。まあ15年がおそらくつながって次回でね終了になるのか、もう1話ぐらいあるのかわからないんですけど、終了っていうことに、なると思います。まあほぼほぼこれはつまりね、クモコっぽいですよねこれね。まあクモコというか、なんていうか、まず終わった時にですね、魔王様のことをね魔王って呼んでるんですよ。魔王様のことを魔王って呼ぶキャラクターめちゃくちゃ数少なかったと思うんですけど、どうなんでしょうね。はい。魔王様でもアリエルでもなく魔王って呼んでる数はものすごい少なかったと思いますし、何よりも二人とも同じなんていうかこう目標を持って行動してるんだけど、今回ね自分からシロが言って動いて、で自分は見に行ってくるって言って行ったわけですよ。明らかに別の生き物というか存在なわけですよね。別の意思を持って生きている生き物になってきますので、はい。この位置づけっていうのはやはりこう非常にクモコ的に、見えてきますよね。はい。実際にクモコが
ご主人様なんだとすると、まあ転生者を殺すな、人を殺していいけど、ね、エルフも殺していいけど、転生者は殺さないでねっていうね、そういう価値観ってものすごいあのクモコっぽいですよね。はい。で、転生者のことは気になってるから見ていく、それからですね、あともうちょっと言うんやとすると、クモコさんって初めて人間っぽいのとその会話をしてるんですよ。これがクモコやとするとね。で、だとすると作中一回も念話とかを除くとですね、クモコって会話した、若葉さんがクモコとした時にでも一回も誰かと会話してるシーンないんですよね。ユリユリと念話したぐらいなんですよ。で、その時のなんか会話に慣れてない感じ、うまくあんまり流暢に喋れない感じのクモコ感っていうのはこの白からすごいね、伝わってきましたよね。なんかうまく言葉が出てこない感じというかね、流暢に話せない感じっていうのがね、すごいクモコ感があって、出ていました。まあ次回ね、その現代のクモコがどうなってるのか、おそらく一回死んだのかなとは、思うんですけど、これが今どういう状態でどういう存在なのかなっていうところが、見えてくるのかなと思いますし、まあそのほぼ説明してほしい説明だけでも相当にね、ありますので、どれぐらい消化されるのか気になっているところではありますね。次回タイトル、まだ雲ですが何かと、いうことになっています。まあ次回最終回なのかな。はい、楽しみたいと思います。本編に関してね、以上になります。ありがとうございました。あとですね、まあちょっとコメントの方も少し触れれそうなところ、のみ触れていこうかなというふうには思いますが、まずですね、まあ感想とかね、考察とかね、あと僕がやっぱりわからない関連情報とかね、ありがとうございます。公式ホームページの方とかでね、クモソコさんが得ていた、まあ、称号とかね、スキルに対する説明みたいなのがね、貼ってる情報なんかはね、なかなか、助かる人も多いんじゃないかなと思いますのでね、そういうのありましたらお願いします。で、やっぱりコメントにあったのは、やっぱね、おかちゃんががんじがらめでかわいそうだと、いうコメントはすごく多かったですね。はい。今回本当にそれ分かりましたよね。なんか、おかちゃんに対して、魔族側は、おかちゃんは完全に騙されきってるからってね、言われ方。いや、これは本当にがんじがらめでね、かわいそうですよね。どれぐらいかわいそうかっていうと、4話に出てきたがんじがらめにさせられてですね、毒牙で殺された猿ぐらいにはかわいそうだと思うんですよね、これね。まあ、猿はこれ自分からクモコに ね、襲いかかっていったんで、これよりかわいそうとね、言えそうな感じが、しますね。はい。で、だんだん脳筋になってくるアリエルさんがね、いいねっていう、そういう、部分ではありましたね。はい。アリエルさんがね、だんだん変わっていくところでね、すごくやっぱり可愛いですよね。アリエルさんなんか見た目もすごい可愛く、どんどん可愛く見えてくるところですよね。はい。なんか応援したいところになってきますので、まあ、悪のポッティを倒すアリエルというね、そういう構造で、最終回見ればいいんだろうか、いやー、どうなんだろうかってね、部分ではあります。まあ、こっからどんでん返しみたいなね、展開はあまりないんじゃないかと思ってはいますよ。あと、まあ、クモーニングスターに関してですね、アリエルが言っていたクモーニングスターに対して、まあ、いろいろコメントはあったんですけど、4話で猿とね、戦った時に使ってましたよね、みたいなコメントはあったんですけど、4話見返してみたんですけど、まあ、がんじがらめの猿を見つけられたぐらいでですね、クモーニングスターって言ってるクモコは見つけられなかった、クモコは見つけられなかったんで、また何かわかる方は教えていただければと思います。僕的には、なんか、クモ的なものをですね、まあ、自由自在に動いてる、つまり、創始能力を使った、技なのかなと思ったんですけど、あの時クモコが使っていた糸には切断能力みたいなのなかったんで、どちらかというと粘着系の糸を創始で操ることによってですね、網状に動かしていたみたいなね、そういう描写は何回もあったんですけど、ね、これの進化系なのかなというふうには思いました。はい。クモーニングスターどっかでね、言っていたら、アニメの何話の何分頃みたいなのね、教えていただけるとね、確認することができると思いますが、この辺はね、本編でね、序盤の方でね、言ってたんやったらね、ちょっと覚えておきたかったですね。あと、まあ、3DCG と手書きの違いに関してもね、いろいろ教えていただいてありがとうございました。影の感じとかでね、違うらしいですね。自分は全然意識したことはなかったんですけど、なんか、影のつき方がですね、手書きの方が、その、パッと見映える影の嘘のつき方をするみたいなね。で、嘘をつくのがあまり得意じゃないのが CG みたいにね、聞いてね、あ、そうなんだ、面白いな、というふうに思いました。こういう情報もね、楽しいですね。はい。
いやまあこの辺はね、あとスキルと記憶の欠損に対する考察も面白かったです。つまり何かっていうと、ユーゴがあのクラスメイトのことを忘れていたのって何なんだろう。で僕は実質のスキルっていうのをユーゴが取ってたから、なんか都合の悪いことは忘れるみたいなのがあるのかなと思ったんですけど、その滞在スキルとかやばい支配者のスキルみたいなやつを使ってると、だんだん記憶が曖昧になってくるっていうのがもしかしたらあるのかもしれないねみたいな考察があって、それクモコもそうなんですよね。ネギスさんのことあんまり覚えてなかったりとか、そういう部分があったりしたので、ネギスさんのこと覚えてなかったのに、クラスメイトだったの？名前は？ってね、聞いているっていうね、この辺の若干のちぐはぐさがね、あったかなと思うので、これは確かになんかこう、支配者のスキルやばいのかもしれないと、そんな感じのことは思いましたね。はい。あと、支配者ってなんだろうっていうのが、まあ結局多分、まあアニメにおいて明かされないのかなと思うんですけど、一応アニメで書かれたものとして、クモコが、傲慢を取った時に、クレジットとして4話かな、傲慢を得ましたってなって、で傲慢を得たことで、禁忌のレベルが上がりましたってなったんですけど、その後傲慢と禁忌が統合されて傲慢の支配者を獲得しましたってなったんですよね。確かね、統合って言い方やったか忘れたんですけど、だから一応支配者っていうものと禁忌はまあ相関関係はあるだろうってね、どっちがどっちに影響を与えてるのか分かるんですけど、相関関係があるかなっていうふうには思ってみたりはしていますね。はい。この辺はやっぱりね、原作を見た方がいいのかなと思ってはいますね。はい。そんな感じで、まあいろいろコメントとかをね、いただいてね、面白かったと思いますが、やっぱりね、おかちゃんに関しては、なんとか、そうですね、突破口があってほしいなと。本当にお母ちゃん救いがないので、そんな感じのことはね思っていますね。そう、生徒名簿があるから、そのエルフに騙されきってるって判断されてる感じ、本当にね四面楚歌ですよね。なんかお母ちゃんに救いはあるのかという、そんな感じのことを思っています。ただまあ殺害対象ではないっていうね、いうふうにソフィアが言っていたので、今回の戦いをね乗り切ることができれば、何らかの突破口を見ることが、できるのかもしれない、そんな感じのことを思いますね。はい。あとはそうですね、まあスキルと記憶 の欠落というか怪しさの話でいうとですね、お母ちゃんも支配者のスキルを持ってるんで記憶が怪しい可能性が、なくはなくて、でそれを見ると、アリエルがその体担当の記憶を探ることによって前のなんかクラスメートの情報みたいなのを引っ張ってきたじゃないですか。でその時の視点がですね、これお母ちゃんっぽいんですよね。なんか生徒の視点っていうか視野じゃないですよね。教壇に立ってるぐらいの高さの人の視点なのかなと思うと、お母ちゃんかもしくは、まあ、教室にいた雲か、どっちかかなというふうには思うんですけど、でその辺を考えると、もしかしたらこうね、お母ちゃんの記憶の方が、曖昧にされている、エルフの介入もあって曖昧にされているっていうね、そういう見立ての取り方はもしかしたらできたのかもしれないなと、そんな感じのことを思いましたね。はい。ともあれですね、いや、お母ちゃんに救いがねえよ、かわいそうだなと、そんな感じになってはいますね。はい。で、まあそんな感じになります。はい。まあだらだらとね、話をしてきましたが、今週に関してはこれぐらいにしておこうと思いますが、いやー、まあ、そうですね。まあ個人的には、旬をもうちょっと何かね、ビシッと見せてくれるのかなと思ったんですけど、まあ、これまで書かれてきたものの中で描ける旬像としてはここまでだよねっていうところが示されたので、自分的には納得がいきましたし、それとともにですね、いや、これ絶対原作にいろいろいろんなもの書かれているだろうっていうね、そういう部分ですね。はい。いや、これ2期なかったら原作見たいし、でも2期あるんやったら、それで楽しめるように作ってるんで2期待ちたいなとも、思ったりはしますね。はい。まあ、1期の範囲で問題ないところまで原作読むのもありかなと思ったりはしていますが、はい。これもね、皆さんも興味がある方は、まあ、ウェブ版でね、ウェブ版であれば、タダで見れたりもすると思うんですけど、
そちらをチェックしてみるのも、ありかと思いますんでね、皆さんね、もう雲もいよいよね終わりに近づいてますので、まあやり残しのないようにというかね、コメントもし残しのないようにということでね、いろいろ教えていただければとね、感想とかね、考察とかも、ね、していただければというふうに思います。はい。あとまあエンディングクレジット的なことも含めてね、話をするのも全然ありだと思いますね。自分は今回、あまりこうエンディングクレジットはメタ視点的なね読みになってしまうのでね、置いておきましたが、もうね、今回の件でですね、あ、これは確定ってね、思った人もいるんじゃないかなというふうには思ってますね。はい。ではでは、まあまあ次回ね、よろしくお願いします。最後までね、お付き合いありがとうございました。もう40分ですよ。すごいですよ。で、このチャンネルではまあこんな感じにですね、いろんなアニメの感想をね、1話ずつね、だらだら喋っていますので、まあチャンネル登録などはね、お任せしますが、一応再生リストとかもね、作ってますので、その辺ね、有効に活用していただければというふうに思います。で、まあ他にもね、楽しんでる作品があったらそちらでもご一緒させていただければ、幸いだと思いますし、雲ですが何かね、終わってから、もう他にね作品でご一緒させていただければ嬉しいかなというふうには思います。まあ、夏アニメね、何か見ようと思っているものだったら、コメントねしていただくのも全然ありにはなっておりますので、よろしくお願いします。それではまたの機会によろしくお願いします。遠山徹でした。失礼します。